野崎チャンネルプロスペース。はい、ということでこれからプロ野球ニュースですけども、ちょっと行く前に今プロスペースね、今日久しぶりにちょっとやっていきたいと思いますけども、これねちょっと見てもらいたいのが、まあやったんだけどもね、あの以前のあのタイムスリップね、なんといっても丸、そして小久保さんが欲しいと。でまあ極みにできるから、まあリーグでも使えるから石川か涌井でもいいよというところで、これやったんだけどもね。でこれね、まず見てくださいね、丸欲しいよとね、まあ新井ちゃんでもいいかなみたいなね、沢村でもいいよっていうねところあったんだけどもね、3回ね、まずこれをしようというところでね、ぜひ見てくださいね、誰が来るかっていうね、さすがに1回目は来ないかっていうね、ところでまあ何も来なくてですね、まあそれでもね、A とか来たらいいです。でも俺、丸はすぐ極みにできるからね。でも涌井も極みにできるっていうところもね。まあこれ一発目はね、まあ誰も来ませんでした。増田ね、リリーフ頑張れっていうね、ところでね。でそして、次、2巡目っていうね、ところで。まあでも3回のうちに S ね、2回来てくれたら嬉しいなっていうね、ところ持ったらなんと、投手くんが買っちゃって、これ来たぞと。よし、あと、タイムスリップ。引くだけやぞとね、絶対引いていこうとね、丸ね、そして国防さん、セカンドの国防さん重要だからね、俺国防さんも極みにできるのよね、で欲しいっていうね、ところでね、カモンっていうね、さあ誰だって、もう1回目かって言ったら松井和夫さん、松井和夫さんセーブ持ってるからね、楽天の松井和夫さんも用事ね、佐々木チーム来い、わーっいね、まあまあまあこれはいいでしょうとね、まあまあ最低限っていうね、一番欲しいのは丸と国保さんですよね。ね。で、坂倉ね。キャッチャー欲しい。頑張ってるねっていうね。で、まあ、松井和夫さんはね、いいですよっていうね。まあ、A もあったらね、まあ、継承とかに使えるから OK っていうね、ところで、まあ、これね、絶対当たるからね。この3回目、まあ、誰でしょうっていうね、ところになって、なんとか丸か。国保さん持ってないからね、国保さんを引きたいよっていうね。さあ、ところで2枚引きでもいいよと。どうなんだっていうね。あとこのドクンドクンドクンが俺なかなかレインボーになんないんだよね。でこれまあ赤でっていうね、中でさ誰だっていうね、さあ丸ね、小久保さん雑記チームにようこそっていうね、これ2枚引きあるのかっていうね、そんないで小久保さんね、これいい流れ、いい流れなのよね、沢村でもいいよっていうね、西川ね、山岡ね、新井ちゃんいいよ、流れいいよ、流れいいよ、さあ最後誰やっ、まさかいやっていうね、松井勝夫さんじゃないよっていう。さあということでね、今来てるのこちらです、セレクションガチャっていうね、プロスピセレクション夏のヒーローっていうね、まあ1回無料ね、であとはね、1回目 S ラン購入、ね、S ランプ 限界突破コーチで、あとは3回6回9回1人ずつ当たりますよっていうね、中で今回ね来てね、中日、徳島のヒーロー、バンドエイジさんね。でも用事ない。佐々木チームではね。で、吉岡さん、パワーいいけどね、用事ない。今宮、まあ、極めにできるけどね。いや、用事ないよね。守備方も現代いるからね。で、続いて、松坂大輔。なんか、VIP さんとクレイさん見たけど、ジャイロフォール 100% 出るけど、打たれてるもんね。まあ、リーグとしてはいいけどね。マークもね、あのツーシームないの、これワールドスターのマークだからちょっとね今までの方がいいよね、中村翔ね、ちょっと違うよね、ゆうちゃん極みにできないよね、荒木大輔さんちょっと用事ないよね、筒子欲しい、筒子は欲しい、極みにできる。で続いて球児欲しいね、絶対欲しい、桑田さん極みにできん、で今回 A 代からね、石原キャッチャー俺がいるからいいな、バンドリーさんね、だからもうね、球児と筒子のみ欲しいね、ということでね、いきましょう、この1回限りの無料ガチャね、ちょっと待て、これ変えとこう、阪神にしてきたということで、1回1回の10連ね、もうこれでもう筒香とね、藤川球児出たらもうね、
限界突破コーチあるから一回だけするだけね。レッツゴー、カモンカモン。さあ、さあ2枚引き来い、2枚引きね、この2枚引き来たら熱いよ。2枚引き、藤川球児が筒子、前回松井和夫さんで、おわら来た、これレインボー来た、レインボー来た、来た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 、来いカメラ、来いカメラ、 G チーム来い来い、いやー後編か、さあどうなるんや、どうなるんや、これは2枚引きないのか、お来た、東3枚引きとかないかな、いやないか、来てくれ球児か筒子、来てくれ来い、大好き大好き、まあまあいいでしょう、これもう一回いこう、この3回までやろう、3回までね、これで、まあ、1回目はね限界突破コーチあるからね、この中で3回のうち2回来てほしいよね、カモン、まず1回目もう球児か筒子、指名候補トークン、これどうなんや、けえへんか、一発目はもうさすがにけえへんか、どうなんや、いやどうなんや、いやー松坂の A 欲しいな、それだったら俺松坂あるかな、中日の松坂とか持ってんだけどね、いや石川どうなん、え高梨、まあまあまあこれは限界突破公式だからね、 OK と行きましょう、2回目頼む、ここで S 来てくれ、カモン、確定以外でどうだ、いや普通普通普通か、これはいや普通、どうなんや今の、なんかちょびっと、いや何もない、これは何もないのか、いや何もないのか、何もないのか、何もない、いや中村翔吾振りじゃないよこれ、セレクション中村翔吾の振りじゃないよ、俺は球児か筒子が欲しいんだよ、さあということでもうこれは3回目でやります、これちょっとね9回引く勇気な、もうここでこれ最後ですね、さあ皆さん、それでは皆さんね、ヒーロー引けましたかということでね、さあ最後の藤川球児か筒子か、来てくれ、指名候補トーク、2枚引きでもいいよ、どうなんだ、カモン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 、よし来たよ、よし来たよ、来いカメラ来い、カメラ来い、来て、いやー後編どうなん、2枚引きとかあるん、ない来い、まあヒーローだけども、いやこれ来たね、さあ皆さんさよならね、鈴岡なのか藤川球児なのか、カモン、キャッチャーはいらんって。